トラベラーチャンネル。こんにちは、JST の飛田です。毎週木曜日は海外の入国案内や様々な情報を取り扱っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回は香港の入国カードの書き方についてお話ししていきます。香港に入国する際に入国カードというものが必要になるんですけれども、今回はその書き方の説明を実際の紙に書いている様子を撮影しましたので、そちらをご覧いただき、入国の際の書き方の参考にしていただければなと思います。ということで、早速やっていきましょう。それでは早速やっていきましょう。まずはファミリーネーム、名字から書いていきます。で、次は下のギブンネームで名前を書いていきます。で、右上に性別がありますので、ここに M、男性は M、女性は F を書きます。で、次はトラベルドキュメントナンバーということで、パスポートナンバーですね。パスポートナンバーを間違いなく書いていきます。右側にはパスポートの有効期限を書いていきます。そして発行地の県名の隣に発行した日を書いていきます。この時、日、月、年で書かないといけないので注意してください。次、パスポートナンバーの下はナショナリティということで国籍ですね。日本人の場合はジャパニーズになりますのでジャパニーズと書いていきます。で、右側は生年月日になりますので日、月、年の順番で書いていきます。この場合は1995年の1月15日という意味ですね。で、次はプレイスオブバースということで出生地ですね。で、アドレスイン香港ということで、ここはホテル名で大丈夫です。今回はカオルンホテルに泊まる体で書いていきます。で、その下は日本の住所を書いていきます。で、左下、フライトナンバーということで、乗ってきた飛行機の便名を書いていきます。E チケットなどに載っていますので、参考にしてください。で、右側はどこから来たかなので、今回は名古屋から、中部国際空港から飛んできたという体にしますので、名古屋と書きます。最後、一番下のところに、サインを書いていただければ大丈夫です。はい、これで表は完成になりまして、2枚目が写しになってますので、この2枚目のところを袋で使いますので必ず取っておくようにしてください。はい、いかがでしたでしょうか。書くところもそんなに多くないので、簡単にパパッと書けるかと思います。で、これはですね、入国の時にご記入いただいて、1枚目のところ、ペリッとめくって使うんですけれども、2枚目が帰り使うようになっております。帰りに関しては、写しになっているので、そのまま何も書く必要はないんですけれども、パスポートに挟んでいれば、出入国の時にチェックしてくれますので、特にやることはありません。パスポートに挟むのを忘れないようにというような感じですね。ということで、この動画が役に立っているという方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画をご視聴いただいた方は、こちらの動画もおすすめですので、ぜひご覧ください。まだチャンネル登録されてない方は、こちらからチャンネル登録ができますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。